こんにちは、浜野です。ギター上達のヒント、今日はミックスしてみるというテーマでお話ししていきます。はい、ギターの奏法、弾き方ですね、あるいはその練習方法、考え方などね、こういろんなものがありますよね。いろんなタイプのものがありますね。で、そういうものね、こう、いくつかいろんなこう考え方があって、それぞれに共通している部分もあれば違っている部分もあるね。で、そういうのを見たときに、どれが正しいんだろうなっていうふうにね、こう迷ってしまうっていうことも、少なからずあるかと思うんですね。はい、ただ、いつもね、お伝えしてます通り、人にはそれぞれ個人差がありますから、例えば、ある方法が非常にこうマッチしている人もいれば、全く同じ方法だとあまりうまくいかないっていうね、そういうケースもあるわけですね。ですから、例えば一見全然違うようなことを言ってるものであっても、ある人にとっては非常に素晴らしいし、ある人にとっては、あまり役に立たない。そして逆にね、また別のものがある人にとってはまた素晴らしいんだけども、ある人にはあんまりマッチしないっていうふうなことはどうしても起こりうるんですね。はい、ですから、どれが正しいか、どれが間違ってるかっていうのはなかなかこれ言えないところで、それぞれにやっぱり優れてる部分もあります。そしてそれぞれに、状況によってはあまり、その効果を発揮しないものもあります。ですからどれが正しいか間違ってるかっていう判断ではなくて、どれが自分に合うのか合わないのかっていう判断、そういう基準で、考えていった方が、より、なんて言いますか、こう無駄がなく、いろいろこう選べる、そういう基準になると思うんですね。さあ、で、ただいろいろね、それでも例えば A っていう、こう考え方と B っていう考え方があってですね。おおむね A の方が自分には合ってる気がするんだけども、B の方にもなんかやっぱこれはちょっと、こう、なんていうか、こう、捨てられないというかね、見過ごせないものがある。だけど A を選ぶか B を選ぶか、どっちかにしなきゃいけないなんていうふうにね、思うこともあるかもしれませんけど、いやいや、それぞれにいいものがあるんだったら、それぞれのいいとこ取りをすればいいんですね。そういう意味でミックスしてみるっていうことがとても大事だと思います。で、ギターの場合ですね、いろんなその考え方ですね、いろんなメソッドだったり、そのいわゆる指導法みたいなものもありますし、で、今だったらもうね、例えば YouTube とか見れば、いろんな世界中のいろんなギタリストの演奏をね、こう見ることができますよね。で、そうするとフォームとかタッチとか、やっぱりそれぞれ違うわけですよ。それはもう考えてみれば当たり前のことでね、それぞれの考え方も違いますけども、そもそも体格が違えばいろいろフォームなんか変わってくるのが普通の話でね、前にもお話ししたと思いますけど、やっぱり例えば190センチとか2メートル近いような体格の人とですね、小柄な人とではやっぱりそれは腕のリーチも違いますから、じゃあ肘をどこに置くのかから始まってね、でそこからじゃあその右手の角度、左手の角度っていうのもやっぱ変わってくるわけですね。はい。だからそういう表面的なことだけ見ても、やっぱりそれはね、個人差があるわけですから、さらに、ちょっとこう、力の書き方とかですね、爪の形とか、指の肉厚とか、そういったところの、本当に細かいところまで見ていったら、それは人それぞれになって当然なんですね。はい。ただ、人間である以上、こういう風になるっていう、その最大公約数的なものはありますから、それはやっぱりしっかり踏まえる、ことが大事なわけですけれども。ただいずれにしてもまずはね、基準を持たないとダメですから、だから特にそのギター始めたばっかりの時にね、あれもこれもって取り入れると、こう基準がぐじゃぐじゃになる可能性があるので、最初のうちは本当に教わった通りのことを、ただただそれをやるっていうのが、まず理想的だと思います。だけどある程度進んできて、いくつかレパートリーも増えてきたらね、だんだん自分がその感覚の中でどういうふうにしたらいいのか、弾きやすいのかっても少しずつ見えてくると思うので、そういう時にね、いろんな人の弾き方、考え方っていうのを参考にするのは本当に大事だと思うんですね。で、やっぱりそのね、これがいいなと思うもの、いろんなこういろんな弾き方、いろんな人のその演奏スタイルの中でやっぱりいいなと思うものはね、結構こうたくさん見つかると思いますのでね、なんかいいなと思うものがあればまず一度取り入れてみる、そしてミックスしてみる、そういう姿勢を持つことっていうのは大事だと思います。で、やってみて違和感があればそれは取り入れないことにすればいいわけですね。
はい、で特にあのギターの場合ね、その弾き方こう考えていくとあまり、変に人の真似をして、ね、要するにその自分の体に負担がかかるような弾き方をしてしまうと指の故障につながる場合もありますから、それだけは注意しておかないといけません、ね、ですからまずミックスしてみる、取り入れてみるんですね。で違和感があればやめてみる、ね、そして違和感のないものを、ずっとこう採用していってですね、でそれでこう続けていくとだんだん自分のスタイルみたいなものができてくると思いますのでね、はい、ですから、まあ、せっかくいろんな参考材料あるわけですから、そういうのをね、上手に活用して、でミックスしながら自分のスタイル、ね、それを作っていくようにしましょう。はい、ということで本日は以上となります。最後までお聞きいただいてありがとうございました。